意外と距離が長い。お、どうもこんにちは。こんにちは。いやいや、はじめまして。はじめまして。コーヒーを愛すぎた男、岩崎太蔵です。安藤でございます。今日はよろしくお願いします。本日は奈良県奈良市アメノカップコーヒーさんに来ております。ゆいさん、アンディさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうね、私は中学生以来の奈良県入りなので、だいぶ久しぶりです。ありがとうございます。すっごいいい天気、めちゃくちゃいい感じの街並みの中に、オープンが今年だったんですか。はい、今年の3月。今年の3月オープン。はい、アメノカクコーヒーさんに実はいろいろとご縁がありましてですね、私がたびたび動画の中で紹介しておりますパナマのサンタマリア農園の芸者、あちらの生豆を提供させていただいておりまして、なんと店内にね、ちょっともう 今かちょっともう温まってる感じが伝わってきてますけども、プロバットのヴィンテージの釜が入っておりまして、これからサンタマリアのナチュラルをプロバットの釜で焙煎しようと、そのことで今回はね、ついにお伺いすることできまして、アメノカクコーヒーさんのこの店名もそうですし、この看板のデザインもかっこよすぎる件について、ちょっといろいろとお伺いしたいと思ってますので、はい、皆さんぜひ最後までお楽しみいただければと思います。これから焙煎をして、実は店舗もう1店舗出たんですね、はい、でそちらの方にもね、後ほどお邪魔できればと思っておりますので、ぜひよろしければアメノカクコーヒーさんの情報は概要欄の方にも貼っておきますから、チェックの方お願いします。いや、もう伺いたいこといろいろありすぎて困っちゃいますよ。とりあえず行ってみましょう、ね、赤ちゃん泣き始めちゃったんで。各コーヒーさんっていうネーミングがもうしびれますね。お店の名前の由来っていうと、このアメノカクっていうのが神様の名前で、アメノカクの神っていう鹿の姿をした神様が神話に登場するんですけど、ね、そこからいただきました。どういう神様なの一体。鹿の姿をしている神様。はい、国譲りのお話の中で、ほうほうほう、鹿の神様に頼んで交渉しに行くみたいな、交渉人の神様。へえ。で、このお店に神様が宿ってくれたらなと思って、うん、なるほどね。そういう神聖なネーミングなんですね。でまたこのロゴっていうんですか、このデザインがかっこよすぎちゃうんですけど、これはお二人がこう書かれたりとか、そういう。いえいえ、このこれはこの大岡さん。大岡さんっていう。大岡さんっていうと、まさかあ、業界書家の大岡さん。妖怪業界ではもう有名な あの方が書かれてるんですか。はい、それは陽気漂うお店なわけですね。なんかプロフィール拝見したら、はい、ニュージーランドのバリスタ国家資格持ってるって、はい、ゆいさん何事なのか。あとちなみにプロフィールを先にホームページ拝見したら、はい、金魚すくいの全国大会審査員もされてるんでしょ。はい、その話は後でいいのか。その前に通訳案内士の免許があるとかね。はい、いや本当に多彩ですけど、いやお店の中もいい雰囲気満点で、じゃあ店内の方もちょっとお邪魔していいですか。はいはい、どうぞ行ってみましょう。どうぞ。おわ、ちょっとプロバットの前にバイク気になりすぎますけど。ちょっと、はい、これ私の恋人です。そしてウーバーイーツ、このいかついバイクで、はい、アメノカクのコーヒーとかも運ぶんですか。運びます。あ、そしてプロマットちゃん最高じゃないですか。かっこいいね。これ年式は90年代。はい、96年。96年。7年。96年。7年。たまんないですね、はい、ちょっとじゃあ後ほど、はい、細かく見せていただいて、はい、そしてわあ、なんとも言えないこの居心地の良さ出てますね。奥のカウンターでコーヒーを出して自由にくつろいでいい感じ。はい、そうです。最高じゃないですか。なんかもう旅人のためのホスピタリティですね。アメノカクコーヒーさんのコーヒーのラインナップ、今ここに豆ずらっと並んでますけど、はい、焙煎の深さも一通りまんべんなく、はい、そうですね、浅入りと深入りを両方、うんうんうん、特にケニアとかエチオピア、
はいはいはい、両方あのご用意してます。あ、これは深入りもあるの？はい、ケニア深入りも置いてるんですか？はい、あ、最高じゃないですか。エチオピアも深入り、浅入り両方置いてます。あ、そうすると今後ここにパナマのサンタマリア弊社が並ぶわけ、はい、このラインナップに、はい、それはもう最強ですね。この辺に置かせていただくのかなと思って。この辺にちょっと、はい、だいぶいかついですけど、ここに置いていただける、はいはい、あ、もう嬉しい限り。ちょっと熱持っちゃうんで、やっぱりこっちにしてますね。いやー、おわざとらしすぎる。あれこれって割れです、割れです。どうしたんですかこれ。フェデックスで届いたところ、はい、うん、またあの恒例の小芝居が始まりそうなところでしたけど、いや実は東京の TCL ロースティングファクトリーに一度アンディさんとユイさんといらしていただいて、その日はちょうど太蔵不在だったんですけど、うちの看板娘ユキちゃんがそこでいろいろとお話しさせていただいて、私のところで今扱っているサンタマリアの芸者生豆でって話でね、で TCL にもうあと数箱しか積んでないんですけれども、そのうちの一箱を大雨のカッコーヒーさんにお送りいたしまして、久々じゃないですか。元気にしてた？まさか未開封で待っててくださるとは。もちろんでございます。じゃあ開封の儀からですね、はい、今日はね、はい、ちょっと豆の顔見ながら焙煎アプローチ考えてみようというところで、じゃあバリスタゆいちゃんが美味しいフィルターコーヒー、うん、ちゃんと国家資格のコーヒー、ドリップと言わずフィルターっていうのがね向こうっぽいよね。ミュージシャンと国家資格のプライドで、じゃあお願いします。頑張ります。楽しみ。お願いします。じゃあアンディさん行きますか。行きますか、ね、はい、楽しみ。イデオサンタマリア、うわー来た。現れましたね。すごいですね。もうカメラの方まで行ってんじゃないですか、タオル。すごい。めっちゃ綺麗。いやー、うん、最高ですね、うん。相当攻めたナチュラルやってんすよね。だから茶粉の残留も相当強いから、うん、まあ、なんならあの最初に水で洗って茶粉剥がすみたいなのもなしではないコーヒーかと思いますけど。いや、洗う目的によるんですけどね。あ、なんで洗ってるんですか逆に。料理人なんで、はいはいはい、料理の感覚であのやったらこう火を中に早く入れようと思ったら、うん、水分が均等になった方が、うん、水の熱の力の方が強いじゃないですか。そうですね、水の熱伝導の方が強いですから、はい、その水分を均一にさせるっていう意味では、はい、最初に水で洗ってで、はい、均一に乾かして焙煎っていうのはすごい正しい考え方で、水分量が整ってるってことはすごい重要なんですよ。うん、でただしこれはあのコンディションがめちゃくちゃいいものなので、そういう点では水分がもともと均一です。水分が均一に整っているものに関してはそういう点で洗わなくてもいいかなってところ。あ、なるほど。あとはまあ焙煎機にもよるんですけど、直下釜でパンチングメタルのドラムで焼いてるようなものって茶粉が多すぎるとスモーキーになりやすいんですよ、茶粉からの煙 で、 なるほど。でこのプロバットはハンネップなんで、ハンネップ、はい、そういう点でいくと茶粉もそんな気にしなくていいかなと。掃除だけ頑張ってくださいっていう。そうですね、そういう話。いや、ゆいさんありがとうございます。そしてあのそこに並んでないものが出てくるじゃないですか。隠してるんですね、裏メニュー。それにしても来ましたね、ゲシャビレッジ、エチオピアのゴリゲーシャですね、はい、そしてこのニカラグアちゃんはサンタルシラ、ルシラなん、はい、お、飲んだことない、ヌエガセゴビア。さあ、では行ってみましょう。それでは皆さん、召し上がれ。いや、完璧なガーレ合わせじゃないですか。あ、いいね。あ、甘くて美味しいね、うん、久しぶりに飲んだけど美味しいな、うん、ニカラちゃんも。これ酸味フレーバーっていうよりは甘みボディマウスフィールのタイプですよね。これすごいいい選択肢を。じゃあエチオピアの方もいいですか。うんうん、フレーバーが綺麗に残ってますね。
もうちょっとこう酸のニュアンスを立てるっていうのはどうですか、ね、その方向でフルーツっぽい、はい、なんかチェリーの酸っぱさみたいなのをもうちょっと前面に出してみるっていうのも、まあ、サンタマリアだったらありかなって思います。せっかくのナチュラルやし、これは、まあ、1回テストしてみてやりすぎだってことだったら戻ってもいいし、このゾーンは多分上手に焙煎できてるんだと思うので、うん、1回攻め気味でやってみます。はい、そうしましょう。まあ、プロバットをローリングスマートロースターのように使うみたいな、うそういう考え方もありなのかなって気がします。あと排気は多い方がいいですか。排気は多い方がいい、多い方がいい。調整できるんですか、この子。あ、はい、ある程度できます。これね、はい、すげえすごいことやってますね、はい、ちょっと皆さんどういうことか、あの焙煎されない方は分かりにくいかもしれないんで、この後アンディさんに解説してもらいましょう、はい、じゃあとりあえず今日の焙煎はこのゴリゲーシャよりさらに手前あたり狙うってことで、はい、1ハゼのピークちょっと過ぎたぐらいでも上げちゃうイメージ、はい、でそこを8分ぐらいなんとか我慢したい感じです。わかりました。そんな作戦でいってみますか。はい、いやハラハラしますね本当にうまくはまるのか、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやアンディさん楽しみですね、はい、これ繋いでるってことは、はい、これアルチザンとか入ってる。はい、おお楽しみ。あ、完璧ですね。今じゃあだいたい170度台まで来てるんで、1回上げてちょっと落とした160度とかで山に入れましょうよ。はい、じゃあゆいさん、あのあちらで、はい、あのちょっと私は新店舗の方に。おお、新店舗の方行ってまいります。近くなんですか。はい、歩いて15分ぐらいの。そんなにかかんない。10分か。10分ぐらいの。歩いて15分っていうのは近く。はい、まあまあ10分ぐらいですかね。10分、1キロないぐらい。あの駅の方、近く近く。駅の近く。この3分で車を使います。そこまででもないんだけど。いやー、じゃあ後で遊びに行っていいですか。ぜひ。新店舗で、じゃあこれからランチタイム。はい、では行ってまいります。いやー、じゃあ後ほど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、じゃあホッパー上げちゃいましょうか。はい。2キロで。めっちゃかっこいい。たまんないっすね。かわいいね。まあ、火力どうかってとこですけど、結構これ絞るのは得意でしょ。はい、このマシンは。では行きますね。さあ、じゃあ投入です。行きます。入ります。おー、サンタマリアちゃん。投入温度が何度ですか。160度です。160度ジャストで入って、はい、今火はついてるんですか。今種火です。種火で、はい、じゃあボトル取ったら点火ですね。はい、じゃあ今1分で、78度で1分78度ボトムで、はい、点火しましょうか。はい、あんまり時間短すぎない方がいいかなというところで、はい、浅めなんだけど時間は最低限はかけようっていうアプローチですね。この奥がガス圧調整細かくできるようになってですね、はい、これは最高に便利じゃないですか。このアーティザンは普段どういう使い方をしてるんですか。もうこれのこの子に頼りっきりっていう感じなんですけど、うんうんうん、やっぱ一番私が重要にしてるのは1分間でどれぐらい温度が上がるのかっていうところを見てます。はいはい、うん、これは細かい火力調整入ってますね。で、まあ、今ここで1分間に14度ちょっと上がりますよって感じで来てるんで、はいはい、これ今後の予測値がこう進むであろうっていうのが常に見えるのでめちゃくちゃ便利ですよね。で、この子は、今熱伝導率、温度上昇率が表示されてます。はいはい、この下の青い方がこの瓶温度ですね。そうするとおそらく揚げが、まあ、190度台になるでしょうから、はい、どうでしょう、そこまでいかない190前後な可能性がありますね。はい、そうすると時間でいうと、はい、ちょうど10分ちょいとかそのぐらいですかね。まあ、火力調整絶妙じゃないですか。めちゃくちゃいい販売。はい、火見ていいですか。はい、おー、
アンディさん、この排気をさっき調整してるっておっしゃってたじゃないですか。はい、これは本当にこのレバーでやってますか。そうです。うわ、ブロマットはもともとついてないんで、うん、でこちらの吸気の方の排気で調整して、今じゃあちょっとだけドラムというか排気引きを抑えてるってところです。そうです。いや、ここの調整はもうまさに職人技ですからね。これどこで覚えてきてるんですか。いや、すいません、 YouTube で勉強してます。最高です。アンディさん、今ガス圧どのぐらいに。まあ、ガス圧1です。1、はい、半分ぐらいですね。前回の半分。通常は、通常はもっと絞り気味です。もっと絞り気味。はい、おうおう、半分ぐらい、0.5 ぐらいで。おうおうおう。で、じんわりいってます。じんわりいって10分超えるぐらいまで持ってくるんですね。はい、今回はでも短めにとは言っても8分は超えなきゃいけないし、はい、10分ぐらいまではいけたらいいなと思ってますから。そうですね。もしかしたら火力あんまり攻めすぎないのが、はい、まだいいかもしれないですね。7分でドライエンドぐらいです。7分でドライエンド。あ、めっちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。釜の状態ほんと安定してるじゃないですか。はい、今8分で171度ですね。あ、なんかもうやらせみたいな完璧な進行ですよこれ、うん、一発目なのに。さすがやっぱり店中に縁起のいいものが揃ってるとこういう焙煎ができるんだ。素晴らしい。お、今排気どうしたんですか。ちょっといじりました。ちょっと抜いてる。絞りました。ちょっと絞ってる。はい。おーおーおー、今芯まで熱入れたい時間帯なので、これでぐーっと中が熱くなったらなというイメージ。今絞り方としてはどのぐらいなんですか。今、半分ぐらいです。半分ぐらい絞ってる。はい、ちょっと着の量がどうなのか心配なところありますけど、思ったよりないんで大丈夫ですね。はい、お、ちょっとこれ来ましたね。ちょっとちっちゃいの来たんで、そう、排気上げます。排気開きます。 OK です。で、シャフを出します。排気全開で今1ハゼ、もう間もなく入りというところですね。さあ来ました。上げのタイミングはまあ、ちょっと私もこの辺かなって見ますけど、はい、アンディさんジャッジで。あ、もうでも切れかったですよね。もう上げたい気分ですけどね。もう上げたいけど、あとちょっとですね。はい、まあ、ぼちぼちでもういっちゃっていいかもしれないね。一ハゼピークで。まもなくです。さあ、じゃあアンディさんカウントダウンお願いします。3、2、あ、いきましょう。1、いきます。イエイ。ふぅ。じゃあ完璧ですね。めちゃくちゃいい音。時間で言うとどうですか。まあ、9分58秒。9分58秒。はい。199.8度。完璧じゃないですか。ねえ、完璧ですね。一発目の焙煎で、アンディさん完璧ですね。はい、それにしても風の音でかかったですね。あんなバチバチすごいですね。で、多分この風の音と温度からすると色黒いじゃないですか。はい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 。でこのコーヒーの特徴として、はい、この色は相当つきやすいし、まあ、味の傾向としても他の豆のその温度、その風の状態に比べると深めに行きやすいんで、なるべく手前手前のイメージでやっていった方がいいかもしれない。1ハゼ中でこれですもんね。そうなんですよ。1ハゼピークのちょい前ぐらいだったじゃないですか。それでこれなので結構1ハゼ終わらせちゃうと、はい、もう色もそうですし味の傾向としても結構重くなってるんですよ。味も変わりますか。味もだいぶ変わりますね。1ハゼ終えちゃうと、もうあのコーヒーのボディがめちゃくちゃ強く出てくるので、フレーバー見えにくくなってくる可能性ある。なんか綺麗な豆やな。ほんと綺麗ですね。はい、いやー、アンディさん、本当テンション上がりました。ねえ、楽しかったです。ありがとうございます。いやー、プロバットちゃん、最高の仕事してますね。イエー。本当だ、アメノカクコーヒーの看板見え始めてきましたよ。パパホテルの、モロです。すごいっすね。すごい。かっこいい。アンディさん、すごい。
どういうことになってるんですか。お邪魔します。さあ、飴の角コーヒーさんの新店舗は奈良の中心街にあるアパホテルの1階に入っているカフェなんですが、早速先ほど焼き上がったばっかりのサンタマリアちゃんドリップしていただきましょう。アンディさん急にイタリアのアンディになったじゃないですか。ちょっと恥ずかしいな。いや楽しみだな。じゃあ私はあのプリンいただきながら召し上がって。濃厚。どういうことですか。それも手で作れって言うんですか。プリンなのこれ。はい、プリンですか。チーズケーキみたいな味しますでしょ。チーズケーキですね、言うなら。ですよね。ちょっとあのカスタード感強いチーズケーキをねっとり食べてる感じ。うまっ。ランチもめちゃくちゃ美味しかった。すっげーマグロをいただきました。見守るユイさんの表情がいいね。心の中でも入れ終わっちゃったんですけど、やるんですか。あすごいですね、濃密なサンプル。まず現役ちょっと現役私が思う。さあサンタマリア今日焼き上がった直後でありますが、すげえいい香り出てますね。楽しみ、うん、じゃちょっと濃度調整をこれからというところですが、はい、じゃあ行きましょう、はい、皆さんお待たせいたしました。それでは召し上がれ。最高です。おうん、素晴らしいですね。このちょっとダークめなチェリー感がうわーって上の方に、そのチェリー感の下の方がカカオのニュアンスピタッとくっついてて絶妙。この濃度でこれだけクリアっていうのは素晴らしいですね。突き抜ける感じですね。向いて、はい、近い。急に本気モード入っちゃってるじゃないですか。綺麗な色、細かく仕事中はちょっとね。本気モード。本気モード。